前の動画について今回も日本の水産業について見ていきたいと思います。漁業の種類をまずは整理した上でじゃあ日本はどんな種類の漁業が盛んなのか得意なのかそれを見ていくことにしましょう。まず漁業の種類です。ここでは5つに分けました。教科書とかによっては4つに分けていることもあるかもしれないけどここでは5つに整理をしました。 そしてこの5つのうち上の3つというのは魚を取りに行く漁業ですそして下の2つというのは魚を育てる漁業になってますちょっと順番に見ていきましょうまず取りに行く漁業この上の3つというのはどこを漁場にしているかによって変わります上から順番に一番遠いところに行く漁業です下の沿岸漁業というのはその名前のとおり沿岸の海近くでやる漁業です 一番遠くの海でやる漁業のことを遠洋漁業といいます遠い海でその漁業の期間漁の期間というのは数か月から長いものだと1年になりますなので遠洋漁業の漁師さんというのは1年ぐらいずっと船の上で暮らすんですこれすごいよねどういう魚を取ってくるかというとマグロとかカツオとかを取ってきますよと それでは次もうちょっと近い海日本の近海で行われる漁業のことを沖合漁業と言いますこれの期間は23日とか長くても1週間ぐらいですどんな魚が多いかというとそして最後これは近くの海でもう日帰りで行う漁業のことを沿岸漁業と言います 沿岸漁業でもイワシとかサンマとかも取れるんやけどアジとかタラとかタイとかも取ってきますこれを沿岸漁業と言いますこのつそれに対して取ってくるんじゃなくて育てる人の手で育てたものを取る漁業というのがありますそれが養殖漁業と栽培漁業です この2つは何が違うかというとこれは施設の中で育ったりすることもあれば海で場所を取って育てることもあるんやけど魚や貝海藻っていうのを卵からもう大きくなるまでずっと育てるこれが養殖漁業です。それに対して栽培漁業っていうのは育てたものです卵から赤ちゃんになってちょっと大きくなったらそれを一度海とか川に放します。 そ,してそれを取ってくるというのが栽培漁業です。どこまで育てるかというのはこの2つのどんな種類のものを育てるかというとブリとかの魚を育てることもあるのですが養殖んなのは貝ですホタテやけどそれに海藻もみんながよく食べる海苔とか昆布とかっていうのもす。 養殖が多くなっています。海苔や昆布とかも養殖をされることがほとんどです。こういう漁業の種類がありますよと。それじゃあ日本が得意にしている漁業というのはどの漁業になるんでしょうか。実はだんだんと移り変わってきています。順番に見ていきましょう。まず1970年ごろまではどういう漁業が盛んやったかちょっとこのグラフを見てみてください。下が何年というのが書いてるよね。 そして上は生産量つまりどれぐらいの魚とか貝とかを取ってきたかということですそれで見てあげると1970年頃までなのでこっち側ねで,ではどこの色の部分が多いでしょうかオレンジとかはちょっと少ないよねこのピンクと黄色が多いです1970年頃まではこのピンクの部分沖合漁業や遠洋漁業が中心でした つまり遠くの海まで行って漁業をするってことが多かったんです。1970年頃までは遠洋漁業や沖合漁業が中心でした。ところが1976年世界で何かが設定されることによって大きく変わります。特に76年からだんだんと減っていってこの黄色の部分はすごく少なくなっていってるよね。つまり遠洋漁業は少なくなる衰えていってしまいました。 何が設定されたことによって遠洋漁業は少なくなくったのでしょうか。実は一度勉強しています何かというと排他的経済水域これはその国ある国の沿岸の部分について200海りまでについては魚とか貝とかその海の資源というのはその沿岸の国のものですよというのを定めたのが排他的経済水域でした。 日本はこれをすぐには設定しなかったんやけど他の国まヨーロッパの国を中心にこの排他的経済水域というのが設定をされるそうすると日本の船というのはその国の沿岸でなかなか漁業をやりづらくなっていったんやねなので日本から遠くの海に行ってやる漁業ほかの国の沿岸とかでやる漁業遠洋漁業というのはだんだんと減っていってしまった。 そして沖合漁業というのもちょっとずつ影響を受けてきてだんだん減ってきているというのが見てわかるかなと思います。代わりに沿岸漁業はちょっと減っているぐらいで代わりにちょっと増えてきている後の方になるとあんまり変わらないけど昔よりはこの70年代よりは増えてきているのは何かというと海面養殖業って書いてるよね養殖業です。 えっと施設でやってる養殖じゃなくて海でやってる方の養殖やねまでもこうした養殖漁業や栽培漁業がこの上の3つの漁業に比べると増えてきましたまなぜかというと魚の種類によってはどん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 昔人間は魚を自由に取ってきたので魚がが取れる量が減っっててきてしまったんです。そうするともう取れなくなっちゃうよね であればきちんと魚を育てていく必要がある海の魚たち資源を守っていく必要があるということで取る漁業から育てる漁業に変えていこうという流れが日本だけではなく他の,世界の国々でも起きています。なのでこうした上の3つの漁業よりも養殖漁業や栽培漁業というのが今は注目されているしだんだんと盛んになってきているんです。 まあこういうふうにして日本の漁業というのも移り変わってきています。